どうも皆様まして、というわけでマーシがお送りしますバンドリー。さあというわけで、昨年から始まりましたこのキャラジフでございますけれどもね、もうエンディングであったりとか動画のねこう場面転換であったりとか、いろんなところでね使っていますので、本当にねもう今では動画になくてはならないような、ねものになっているんですけれども、最初はねさよさんとあとはイブちゃんだけだったんですけれども、今ではひまりちゃんであったりとか千里先輩であったりとかね、徐々にキャラクターを増やしつつあるんですけれども、これはイラストレーターの京さんという方にね、お願いをして作っているものでございます。でこれがですね、まあ生配信で皆さんスパチャね送ってくださると思うんですけれども、そのスパチャが今のところこの自負という形でね、動画として残しておりますので、まあスパチャをしてくださっている方は、あ、俺のスパチャがこの自負となって、残っているんだというふうにね思っていただければなと思います。で実は最近また新しい自負が追加されておりまして、さよひなの幼少期の時の自負なんですけれども、これ京さんが作ったものをですね、あのまあ日頃ご依頼もしていただいているということで、ぜひとも動画で使ってくださいというご好意で京さんからいただいて使わせていただいているものでございます。まあこれからもずっと使っていこうかなと思うんですけれども、最終的にはやっぱり全員分ですよね、自負を用意してこうバラエティあるものにしたいなと思うんですけれども、なかなか京さんねお高いので、はい、すぐに依頼はできないんですが、まあ、でも最近のね仕事内容からしたらね、多分あの値段だと割に合わない仕事だと思うんですけど、はい、まあ ご迷惑おかけしておりますけれども、最終的には全員分やっていきたいなと思います。そして今回はなんとですね、この前の生配信で皆さんと一緒に考えておりました新しい自負が出来上がりましたので、はい、そちらをね皆さんに一緒に見ていただければなと思います。これです。